株式会社サンテレビジョンは、兵庫県を放送対象地域としたテレビジョン放送の特定地上機関放送事業者である。通称は、ンテレビ 3TV。略称はそれをさらに短くしたン。コールサインは、ジュディ TV。リモコンキー ID は、曲名と同じン。ステーションキャッチフレーズはいつも、あなたのお隣さん。 兵庫県域のテレビ局開局の前主として、姫路市とその周辺市町村をサービスエリアとした放送局への周波数割り当てが挙げられる。そもそも、姫路市は、ラジオ放送の時代から NHK 大阪、放送局の電波が届きにくい地域があったため、1950年に、姫路市が独自に、姫路市へ放送という中波放送局を開局する、計画を策定。 予備免許まで取得したが、これが市民の反対運動により立ち消え、1952年に予備免許も取り消された。1954年には、姫路市と姫路商工会議所が中心となり、姫路テレビ放送を法人化させたが、これをきっかけに、神戸放送、神戸新聞社、さらには県政までを巻き込んで、兵庫県全体をサービスエリアとする。 テレビ局の開局運動が起こった。これを受け郵政省は、テレビジョン放送要周波数の割り当て計画、策定時には、既存の NHK 大阪放送局の総合テレビ、大阪テレビ放送とは別に、新しく2つのチャンネルを、京阪神地域に、 もう1チャンネルを姫路地区に割り当てるとする特例を一旦は採択した。しかし、田中角栄優勢大臣がこれを見直し、姫路地区に割り当てられる予定だった1チャンネルを、京阪神のチャンネル増枠に変更させて1957年6月に制定した。当時のテレビ電波は VHF 派のみで、偶数チャンネルがすべて埋まって、空きがなくなってしまい。 西八域への放送局開局は不可能となってしまった。後に、郵政省は1967年に UHF 派の本局使用解禁によるテレビジョン放送要周波数の割り当て計画を改正し、放送局の増枠を念頭に兵庫県域のテレビ局開局が認められることになった。兵庫県、大阪府の全域、京都府の12.8%、 奈良県の29.5%、徳島県の82.1%、香川県の30.2%、鳥取県の47.1%、岡山県の34.2%及び、その周辺の約750万世帯1700万人で視聴、可能。神戸新聞社の連結主会社で、系列新聞は、神戸新聞とデイリースポーツ。日本で最初に、 プロ野球の完全性中継を開始したつぼねである。同じ独立放送局で近隣の京都府にある京都放送との関係が深く、2002年には相互にサントネットを形成し、2007年に発足した東名阪ネット6にも共に参加している。多数の自社制作番組があり、数々の番組が全国に番組販売されて放送されている。特に、 開局当初から続くプロ野球中継をはじめとしたスポーツ番組や釣りやゴルフといったアウトドア分野の番組をいくつも手掛けている。また、毎年元日に放送される新春漫才大爆笑は長寿番組であり、年始の定番でもある。その一方で、慢性的な人員不足などにより、報道番組や情報番組は、 あまり多くないが、1995年1月17日に、阪神・淡路大震災が発生した折には、開局以来最大規模の報道体制が取られた。日本の地上波独立放送局の中で唯一、機械式視聴率調査で、その他に分類されないつぼねである。2004年12月1日より、地上デジタル放送を開始し、 画面解像度1920-1080ピクセルのフルハイビジョン放送を実施していた。また、2005年12月1日より、新キャラクターとして、おっ。3が、新キャッチコピーとして、おっ。3テレビが登場した。2012年からは、民放3局目となる、平日のマルチチャンネルの定時放送を開始、2021年6月の社屋移転後は、 メインチャンネルが HD 放送となった。3テレビではアナログ放送時代、文字多重放送、データ放送を使った字幕放送は自社制作及び他局からの購入販売などを含め一切行われなかった。デジタル放送以降後、全国高等学校サッカー選手権大会など在京キー局や一部の地方系列局東名阪ネット6による 共同制作番組、東京メトロポリタンテレビジョンなどが制作した番組などで字幕放送信号が付与される場合がある。現在でも3テレビ制作の番組には字幕放送信号が付与されている番組はなく、自治体提供、制作番組では映像に字幕スーパーを入れて放送している。また、一部の番組では副音声を利用した解説放送を行っている。 2018年12月まで使われた旧ロゴ。3テレビ中継車かつては、名古屋や岡山にも支局があった。企業、団体は、当時の名称。出展、1978年3月31日、1992年3月31日、2003年3月31日、独立局であるが、アントは、開局当初から番組販売での取引関係が、 深く、MBS テレビ朝日放送テレビでネットしない、テレビ朝日や各系列局制作の番組を番組販売により多数購入して、実際放送しているほか、1985年以後の全国高校野球選手権大会中継と水曜、日曜の阪神戦では、朝日放送テレビとの総合リレー中継を実施している。また2013年には、海賊戦隊、豪快じゃ 仮面ライダーオーズ、オーズを皮切りに、テレビ朝日制作の特撮番組の再放送を始めている。ジュディ TV3 デジタルテレビジョンリモコン TID2011 年7月24日に終了。ジュ TV 上記のほかミニサテライト局が県内に多く存在した。以下の県外のケーブルテレビ局では、区域外再放送が行われている。なお、大阪府については、 すべてのケーブルテレビ局で再放送を行っているため省略している。近畿地方や岡山県、香川県では原則としてリモコンキー ID も3としている。和歌山県ではアナログ放送の頃から地元のテレビ和歌山から同意が得られないため区域外再放送が行われていない。また、かつては高知県の高知ケーブルテレビ、三重県のアドバンスコープ、 滋賀県の滋賀ケーブルネットワークなどでもアナログ放送のみ再放送を行っていたが2011年7月24日のアナログ放送停波と共に終了した。また光放送の光 TV では2021年7月7日15時53分19秒現在も原則として他都道府県の放送については配信同意を得ていないため 直接受信や他のケーブルテレビ、およびスカバー。プレミアムサービス公、フレッツテレビとは異なり、大阪府の大多数では配信、放送の対象となっていないで代替している。L1L2 スタジオとも、照明を LED に統一。2021年5月31日から6月13日までの放送は、旧車屋内の喪失設備を経由していたが、6月14日、 未明の放送休止時間帯にカットオーバーが完了した。以上のスタジオと対応する副調整室のほか、3テレビボックス席などの放送時に、現地の中継車とつなぐ副調整室が設けられていた。なお、神戸国際交流会館の近隣で同時に、竣工した神戸ポートピアホテルには、朝日放送テレビと共同で運用するお天気カメラを常設。三テレビが、 カメラの管理業務を担いながら、このカメラで撮影された神戸市内の映像を自社制作の番組で多用していた。サンテレビの本社を神戸駅前ジャストスクエアへ移転した後も、このカメラの共同運用と管理を継続。アニメを除く一般番組については、サンテレビでは新作テレビアニメ番組を継続的に放送しており、特に深夜帯の作品群においては、 関西地区における主要なネット局の一つとして重要な位置づけにある。平日の朝7時台には帯番組として長年にわたって番組販売により購入した旧作を再放送している。ただし2007年4月以降は金曜日型ジャンルの番組に変更され2013年3月21日からは7時からの前半枠がキッズ劇場と題した。 特撮番組枠となるなど、やや規模を縮小している。稀に、この枠で新作を放送することがある。2016年4月には、土曜朝7時台にも枠を新設し、12歳、ちっちゃな、胸のときめきを放送した。朝以外の作品は、大多数が、深夜帯に放送されているが、土曜と日曜には22時台に編成することもある。深夜帯は2005年7月に、 水、木曜日の26時台にアニメ番組枠が新設されたのを契機に作品数の増加に比例して枠は拡大。時期によっては平日の26時台がすべてアニメ番組枠となる。他、2011年4月以降は日曜日にも番組枠が常設されている。一方で日曜日明太は MBS テレビのアニメシャワーが 関西圏のアニメファンの視聴習慣に大きく根付いていることから原則として競合を避けるように編成している。2000年代以降はキー局が制作に関与している作品を放送する場合がある。特に TBS テレビや同系列局の CBC テレビ、日本テレビが関与している作品にその事例が多く、本局と同様にアニメ番組を多数編成している毎日放送や、 読売テレビで放送枠から外れた作品をネットするというケースが多い。ただし、2017年4月以降は、関西圏でも異形列ネットすら行われないキー局の作品もある。なお、平日26時台を中心に他局のアニメ番組と競合するケースも珍しくない。ただし、プロ野球中継が組まれる日に中継時間が延長された場合は、 競合の有無が変化することがある。これらのほか昼間時間帯以外で5分程度のミニアニメも多数放送されている。時間帯を問わず、番組の冒頭では、視聴時の注意喚起のテロップが表示される。以前は必ず本編の冒頭で、画面上端、または下端に表示されていたが、現在はオープニング主題歌の冒頭で表示される場合もある。また、深夜枠では、 野球中継で時間が繰り下がった場合、その旨も合わせて表記される。地上デジタル放送への完全移行までは、ハイビジョン制作の作品はデジタル放送において画角比16、9のフルサイズで放送していた。しかし、同じ16、9サイズでも標準画質のマスターで制作されているものは、額縁放送となっていた。1995年1月17日未明に、 発生した阪神・淡路大震災では本社も被災し、またほぼ全ての社員が被災者となったことから、震災の発生から数ヶ月間は特別な放送体制を取ることを強いられた。地震が発生した5時46分の時点ではまだ、放送開始前で5時41分にテストパターン映像による試験電波を発射し始めて5分経ったところだった。マスターは、 耐震設計で無事だったため、テープの確認作業を経て6時30分からのフィラーの天気予報、6時56分からのオープニング、7時からの BBC ワールドニュースのサイマル放送と自動喪失で通常通りの放送を行ったが、本社ではスタッフがなかなか揃わない上に振動によって多くの物品が散乱し、スプリンクラーも作動して水浸しになると、 すぐには震災に関する放送を行うことができなかった。スタッフの多くが交通網の寸断によって、ポートアイランド内の本社になかなかたどり着けない中、最低限のスタッフが揃ったところで8時14分頃に CM を中断して震災関連のニュース番組を放送。これをきっかけに通常の番組を全て休止し、午後からは CM もカットして、 ひたすら震災関連のニュースに専念した。当初は技術スタッフが不足しており、字幕スーパーを画面に表示するオペック装置を作動させることができず、画用紙に手書きした文章を写して対応した。初日は、なんとか本社にたどり着いた社員に、道中の模様をリポートさせるという形で現状を伝えた。翌日からは、電気、水道、ガスといったライフラインや、 情報通信、交通などの生活に関する情報をはじめ、学校から生徒に向けた連絡、被災者の所手続きについて、さらには、公衆浴場の復旧に関する情報まで、被災者からのあらゆる要望に応じた情報の提供が主となった。二十二日までの間も、番組や CM を一切休止し、早朝から夜間の一定の間隔を設けて、スタジオからの震災関連情報を、 アナウンサー等ほぼすべての社員、スタッフが交代で放送した。スタジオ放送が休止されている時間帯はお天気カメラや市街地からの中継映像をフィラー映像として放送することで切れ目なく電波を出し続けた。震災から1週間が経過した23日からはほぼ通常の編成に戻ったが休止した番組の代替編成をはじめとしてニュースの時間帯等で 震災関連の文字情報を提供する、等、3月末までは変則的な編成で放送した。2月17日には、テレビ朝日系列のニュース番組、ニュースステーションを、3テレビジョンより、通常より60分、長い21時 -23、18で、生放送された。これは、業務提携している朝日放送の協力により、実現したものである。 朝日放送と並行して同内容のものが放送されたことになり、これは極めて異例である。番組内では前述した震災当日の動きが伝えられ、その一環で当時の本局の放送開始時のオープニング映像のごく一部も放送された。また、通常はローカルニュースを放送する時間に編成されたことから、通常の 3TV ニュースに当たるニュースや、 天気予報も全国放送された。なおスタッフロールでは、淡路島からの中継を担当した瀬戸内海放送と並んで制作協力と扱われた。1996年以降も、毎年1月17日には、曜日を問わず震災関連の報道特別番組を長時間にわたって編成。前夜から被災地域の数カ所で開かれる追悼行事。 阪神・淡路大震災1.17の集いの模様を、主要会場の一つである東遊園地からの生、中継方式で、発生時刻の前後に放送している。同年や2005年には、ほぼ1日を通して特別番組を編成していた。2015年1月17日この地震発生からの、動きは、当社のウェブサイト内の、 震災報道の記録にも承述されているので参照のこと。なお、この日は上記に記載の通り、震災から20年の特別番組放送のため、2時50分放送開始となり、前日の放送終了が26時50分となったことから終夜放送となった。また、発生から25年目にあたる2020年1月17日には、四部構成による、 震災二十五年報道特別番組バトン一点一七あなたへを十七時二十一時五十五分に編成。発生当時、テレビ朝日のアナウンサーとしてニュースステーションのサブキャスターを務めていた小宮悦子が第二部、第四部以外の時間帯にゲストで出演した。サンテレビは二千二十一年六月から本社を神戸駅前ジャストスクエアへ移転するため、 発生後も使用してきたポートアイランド内の本社屋から放送する震災報道特別番組は同年1月17日のバトン1.17パンデミック時代のあなたへが最後になった。なお、サンテレビは2020年に発生直後からの取材アーカイブ映像を神戸大学附属図書館震災文庫に提供。デジタルアーカイブ学会の肖像権ガイドライン案を参考に 大学院の人文学研究が地域、連携センターとの間で協議を重ねた末に、提供した映像の一部を2021年1月14日から、震災文庫のデジタルアーカイブページで順次、公開している。また、神戸駅前ジャストスクエアの建築に際しては、耐震性に優れた構造を採用。ンテレビ本社のフロアでは、耐震性の高い天井を、 放送設備関連のすべての部屋に備えたほか、停電が発生した場合にも、最長で72時間までの連続放送に、対応できる発電機を設置している。2011年3月11日の東日本大震災発生時にも、通常番組の一部を休止し、震災関連特別番組を編成。コマーシャルも、公共広告や自社、および関連の神戸新聞社、 デイリースポーツに関連するイベント等に縮小。またこの日から3月24日頃まで、コマーシャルの時間を含むすべての放送時間帯に、震災の救援物資情報、義援金募集情報の L 字型画面ロールテロップを放送した。開局当初は、東京12チャンネルと連携し、こんにちは、奥さん虹ですなどの共同制作番組も手がけていた。しかし、 テレビ東京はメガトンネットワークと称した全国放送網を構築すべくその本格展開第一号となった1982年3月1日のテレビ大阪の開局により大阪府内でも広範囲で視聴できる本局との競合を避ける意向から3テレビへのテレビ東京系列の番組供給を中止これによりテレビ大阪が受信できない兵庫県内の内陸部では BS テレ等を受信しない限りはテレビ東京の番組を全く視聴できない状況となっている。よって現在に至っても3テレビとテレビ東京は通常の番組編成面ではほぼ無縁の状態に等しい。ただし例外的にテレビ東京からネット受けを行ったケースは過去にあり、1989年1月の 昭和天皇法御時の特番や神戸市が提供スポンサーに入っていた宝くじ番組2000年代のプロ野球日本シリーズの中継が挙げられる。また番組販売を通じて過去にテレビ東京で放送された番組の取引は現在も限定的ながら行われている。また外部制作扱いのものでは熱血電波クラブのように テレビ大阪で未放送となった番組を遅れネットした事例があるほか、3テレビが参加している制作委員会形式のテレビドラマでは、系列の t v 九9周放送、テレビ瀬戸内が参加している作品がある。このほか、KBS 京都からネットを受けしている、馬時においても、関西以外の地方でのメインレースは、テレビ、東京や系列各局からの中継を受けている。これは、 三テレビがテレビ大阪の開局前から競馬中継を放送していることによるもので、テレビ大阪では中央競馬中継を放送していない。こうした中、テレビ東京社長の菅谷貞彦は2007年5月31日の定例記者会見でアナログ放送が終了する2011年からを目途に放送対象地域が 大阪府に限定されているテレビ大阪について、兵庫県や京都府へも拡大する構想を発表したが、その後、特に動きはない。開局当初から1990年代の中盤までは、男女とも正社員として採用。女性アナウンサーについては、1990年代の後半以降、関西圏のアナウンサータレント事務所からの派遣扱いで契約社員として、 一定期間勤務するフリーアナウンサーが多い。3テレビの HD 中継者を調布自社制作の番組や主催、公演のイベントでアシスタントを務めるユニット。結成は開局前年の1968年で、初代は10人構成だった。なお1995年は、阪神、淡路大震災の影響から募集を行わなかった。任期は、毎年4月からの1年間で、 毎年12月から翌年2月にかけて、兵庫県内に住む20歳以上の女性を対象にメンバーを公募。上記の条件を満たしている女性でも、企業、団体に勤務している場合や芸能プロダクションへ既に所属している場合には応募できない。また、宿泊を伴う活動が任期中にあることを募集要項で明記している。新たに採用されたメンバーは、 毎年3月下旬から4月上旬にかけて自社制作の番組で披露される。2021年4月からは第52期の5名が活動中。サンテレビアナウンスセミナーの受講生からも2名が初めて選ばれた。ちなみに2017年度に活動した第48期のうち2名は2018.2019年度にもサンテレビガールズプラスとして活動していた。 近年は、メンバー紹介を兼ねた、プロモーションビデオ風のスポット CM も放送されている。主な OG は、相原優子、安美、理恵、赤江玉を、遠藤奈美、塚本マリー、津田里穂、時枝里子、塩見康子、東優香、羽田優里奈、橋本若子。2011年度選出の武田里樹系は、任期終了後から羽田と同じく、 マイムプロへ所属するとともに2013年度から熱血タイガース等で秘書を務めている。また第49期ではフィギュアスケートの選手として国際大会へ出場した経験を持つ岩本心も採用していた。2019年にはサンテレビ開局50周年に合わせ初めて過去のメンバーを大々的に集めた大同窓会を実施。 同メンバーにより5月の神戸祭りで行われるパレードにも参加した。ありがとうございます。